公園館でございます。手前はまだでございましたね。手前はね、ずーっとね、上の方はもうだいぶね花開いとるんやけどね。手前はまだでございます。そしたらね、あとは花の道行きましょうかね。これはチューリップじゃないね。なんていう花やろね。花や。えらい綺麗な花やけど、これ全面的に右も左もすごくなってるけど。あら。ここなんかすごいぞこれ。一方中に入っていただいてもね、なかなか見応えがある花がいっぱい咲いております。あら、まだ食塩早かったまだまだいことだな、食塩は。はい、チューリップでございます。こっち、真っ白なチューリップでございます。あら、おいしそう、この花は。この紫、なかなかいい色してるんだけどね。はい、チューリップフェアの上りが見当たらんね。あれ、この辺で見たんだけどね。あら、見当たらんね。あ、ここだ。はい、やってきました。いや、中入られるか。これチューリップじゃないかなとは思うんやけどね。チューリップかな。これです、これ。これチューリップかな。あの茎はチューリップなんでね、花の形がね、花びらがいっぱいなんですよ、これ。これチューリップ、この花びらが多いのをね、初めて見ましたからね。ちょっとびっくりしたんだけど。いやー、すごいです、これは。おお、これもなんかよろしいな、これ。はい。ちょうど一週間前に来たんだけどね、その時はまだ。チューリップはね、すごいんでございます。ああ、これすごいぞ、これ。これね、これさっき見たの、これじゃなくて、これやな。黄色。これ見に行ってください、これ。すごいですよ、これ。たまに、背が高いのはね、ぽっつんぽっつん。チューリップフェアはまだまだ続きますよ。ありがとうございました。ごめんなさいね。すんまへんな。他にはいっぱいのチューリップが咲いてます。
ここ真ん中歩いてみましょうか。これはチューリップ地のシラなんでね、初めて見ました。こんな花びらね、まあ今まであったやろうけどね、全然気にもしなかったね。これチューリップみたいだけどね、はい、これ綺麗。紫色はやっぱりどうしてもね、地味ですな、色が。ここまだもっと時間あるからね、はい、この辺は。これどれだったかな、180メートルだったかな。この階段上がるとね、興奮の頂上に行くんですよ。初めて上がったんやな。どこから上がって、ここから上がってきたのか。ここから上がってきて、まず目に見えるのがここに栗があったんですけどね。あれ、栗の木ないんか。ほら、栗の残ってましたからね。栗落ちてますからね、間違いないです。全長が約180メーター。はい、一本松古墳、全長が130メーターぐらいだな。130メーター、終わってるね。あら、こっちもすごいことになってるやん。ここが墳丁でね、タンポポが群生してます。すごいこと。これタンポポが、タンポポ綺麗でこうって書いたらざっと数えて1万本以上やろ。通してるかもしれないね。チューリップの咲いてる場所、いろんなとこ回ってきたけど、これ大きい花やな。これこのチューリップですかね。これ真ん中歩けるかね。これすごいことになってんだけど、ここが一番すごいかも。これでございます。ここが一番やっぱ 見事一番ありますね。ここがね、チューリップは。随分この真っ黄色の公園の中見たんだけどね、ここが一番でございました。ちょっと駐車場からちょっと遠いかな。素晴らしい。ここはぐーっと右に振ってみるとね、一本松古墳から、この裏が下池でございます。これはやっぱすごいでございます。このチューリップはこれはい、これは素晴らしいぞ。ここここ300メートル、400メートル、素晴らしいですよ。このチューリップロードは。これでやっとね、以前と比べたら、わかりました。以前と比べてね、カリオンの丘なんかやったら全然でしたからね。さあ、振り返りますね。すごいですよ。見てくださいよ。うわ、これはすごいぞ、これ。これ。ほら。はい。ずーっと向こうまでね。300メーター、400メーターあるか。ありますね。300、400メーターは。すごいんです、これ。ぼーっとね、寄っていくと。あの向こうね、あの向こうにまだ200メートルありますからね、すごいんでございます。ここ歩いてください。ここはこの一押しでございます。今日のもう最高でした。ちょっとね、皆あの写真撮ってはるんでね、なかなかね画面ずらしな撮ってもいいんだけどね。はい、ありがとうございました。カリオンの丘からでございました。すごかったです。今日はちょっとね、最初の頃はブツブツ言ってたんやけどね、うちは。いやー、最後に回ったとこはもう最高でしたわ。チューリップロードね、最高のチューリップロードをね、皆さん歩いてくださいね。
はい、ありがとうございました。カリオンの丘からでした。